こんにちは。こんにちは。ギズモショップの清家です。ヨガメハンターの小城さんです。はい、本日はですね、はい、まあ、お正月に収録と。お正月、はい、っていうことですね。あれは何だったっけ、坊さんが2人、坊さんが2人でもお正月じゃないですか。それどうもさん、だいつ使ってたっけ、はい、その元ネタは多分その林家三平師匠じゃないかな。そうだったですか。それをあのスネークマンショーがネタにしてた。あ、そうだったね。2つ分からんよ。そうですか。視聴者は、あ、結構ね、あの、うん、ツイッター見てるじゃないですか、うん、たらもう少しでお正が2人だねみたいなネタたまりきますよ。ああ、まあやっぱりということはもう昭和40年代生まれの人ですよね。まあスネークマンショー何らかでこう聞いたことがある人、うん、というとまあ多分40代前後の方じゃないかなって気がするんですけど ね、まあとにかくスネークマンショーと林家三平師匠、そうですね、については皆さんウィキペディアとかで調べられてください。調べないと分かんないですか。でも、はい、まあお正月、まあ、今回ですね、まあその特番ということでですね、はい、まあカメラじゃなくてちょっと最近見た作品についての話を今日はしたいと思います。最近見た作品ですか。はい、ギズモキャスト始まります。始まります。特別版、ギズモキャスト。はい、ですね、はい、最近私が見た作品について、はい、清家さん最近見た作品って何ですかね。ですね、宇宙公共誌メーテルでね、あの39の番外編らしいですちょっと待ってください、はい、あのこの宇宙公共誌メーテルっていつの作品ですか。これね10年ぐらい前らしいですね。あ、もうそんな前になるんですか、これ。ああ、でね、正直その、まあ、39が好きとは言いながらですよ、お嬢さんと私は。はいはい、39大好きですもんね。も、見てないでしょ、もうこういうなんていうか銀河鉄道物語とか。ああ、私やっぱりその当時の、はい、劇場公開、本ちゃんの劇場公開で、はい、最初の1本目見て、はい、で、まあ、その後一応さよならを見て、はい、それっきりですね。35年前ですよね。そうなりますかね。うん、なのでなんで見ないのかっていうのはね、はい、なんかつまんねえんじゃねえかなとか。まあ、正直言いまして、まあ、さよなら見た段階で私の中では終わったんですよ、39。そうですね、ええ、だからそのまあでもなんか興味持っちゃったんですね。メーテル、メーテル言ってたら、ええ、まあ、その後、さよならの次に何でしたっけ、うん、メーテルレジェンドでしたっけ。いや、なんかね、実はその前は、ええ、あれエターナルファンタジーとか、ね、まあ、はいはい、そこら辺はもうちょっと正確じゃないですけど分かんないですよね、はいはい、エターナルファンタジー見に行ったんですよ、その映画ね行ったんですよ、わざわざ、はいはいはい、で東映でね、続くって言って第1回目でね続きはなかったんですよ。え、なんかそのエターナルファンタジー、 あの映画の終わりで続くって言ってたわけですか。うん、でね、もうそれがね、まあ、正直言ってね好きな方多いと思うんですけど、かもしれないですけど、はいはいはい、なんかねメタロイノイドとか言ってね、メタロイド、なんかね機械化人類じゃないですよ、敵は。なんかね、なんかね金属でできた、宇宙人がねセッタカーと戦うみたいな。まあそのどっかの銀、それはあのガラスのクレアじゃなくて次の人みたいな。なんかね細胞とかもなんかほら金属でもともとできてる生物がいて、はいはい、そいつらのせいでね、まあ覚えてないんですけど、あの銀なんかね太陽系がぶっ壊れたんですよ。なくなっちゃった。うん、なくなっちゃった。あ、で地球がなくなった、延々とか言ったら誰かにね、メーテルか誰かになんか銀河のどっか、銀河のアンドロメダか分かんないですけど、どっかの星に行ったらね、あなたの願いが叶う星があると。ちょっと待ってくださいちょっと待ってください、それ、うん、なんだっけなそれなんでも願いが叶う星があるから、はいはい、それオズの魔法使いかもしれないですけどね、ま、だなんか元ネタはですね、うん、はいはい、でそこに行けば地球が元に戻るから旅に出ましょうみたいなので、なんかそういう番組じゃなくて作品なんかなりますんでしょ、ね、うん、まあね、とにかくちょっとまあまあ面白くなかったんですよ。あ、うん、だからその後にね、はいはい、その続編がいろいろあったみたいですが、はいはい、まあ、興味僕は失ってて、でもなんか、うん、あの頭の隅っこにね
そのいろいろあったなと思ってちょっと見なきゃと思ったら、まあ、あのなんか YouTube とかで見てたらね、あの相変わらずメートル美人じゃないですか。まあ変わんないですよね、うん、はい、だからねこれは見なきゃと思ってね、ちょっと忙しいけど、はい、見てみたんですよ、はい、あの宇宙交響詩メートルってね、はいはい、でね結構ね私あの25年前の知識しかないんですけど、まあ、我々の中では終わってますからね、好きだ好きだと言いながら、35年見てないわけですよ、はい、だ意外と驚く設定にびっくりしちゃってて、ほうほうほう、でね例えばね、まあ、メーテルのお母さん、メーテルのお母さんっていうとあのプロメシュ、プロメシュバイ木の宮涼子、そうですかね、何ですか木の宮、いやいやいや、あの最初の映画のプロメシウムの声当てた方が木南宮涼子さんっていう、あ、そうですね、まああのもう大英ドラマとかあの辺のもうナレーションでもう有名な方で、はいはいはい、あの人がアリエスとか言った日にはもう勝ちですよ。で、あの人はね、千年女王の雪の弥生だったと。ちょっと待ってください、これびっくりしちゃったんですよ、あの千年女王って雪の弥生っていうと千年女王、うん、そうですね、あのラーメン屋の娘ですよね、あの気のいい、はい、地球人のことを思いやって、ちょっと目が縦に長い、なんか可愛いですね、可愛らしい、松本キャラっぽくない顔してましたよね、うん、当時ちょっと話題になりましたけど、ほら結構松本のキャラじゃないっぽいっていうか、まあ、ちょっと生々しい可愛らしさがあったという気がします、私は当時は。なんかもう、まあ、なんかあなたの稽古よ半稽古ですね、すいませんはい、いや私ちょっと、うん、なんかな、現場大戦が流行った時にですね、はい、あのちょうど現場大戦のラジオドラマっていうかその特番が FM かなんかであったんですよ、はい、その時にあの、うん、深夜に、まあ、声優さん皆さんが出てきてっていう、うんうん、シーンがあったのをちょっと思い出しました、今半恵子さんで、そうですね、はい、でその雪の弥生が華麗にスルーですね、なんですか、いや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 いいですよ、いやいいですよ、はい、雪の弥生が、はい、そのプロネシウムになったらしい、かなり悪ですよプロメシウムって、もう前作の段階で悪ですよね、ひどいんですよ、その星がラーメタルって星よね、ラーメタル、はい、うん、ラーメタルの星にメーテルも、ちょっと待ってください、ラーメタルって、うん、千年女王の設定ですよね、そうそう、あだからもうなんかね最初ラーメタル、そのラーメタルの、まあ、メーテルさんは王女様なのね、あそっか、惑星メーテルも惑星プロメシウムも吹っ飛んじゃったんで、ああいやその前だ、このその事件からではい、はい、千年城と39の間を埋める作品みたいな感じらしいですよ、おお、だからあの最初はだからラーメタルなんですよ舞台がね、はいはい、推しですラーメタルってね、でそこがまあなんか知らんけど、あちゅうか千年城俺もなんか見てないんだね、なんか太陽から軌道外れちゃったんでしょ、どっかね、アンドロメダまで行っちゃってるんですよ、無理なんですけどね、はっきり言ってそうでしたっけなんからしいんですよ、ただ寒くなっちゃったわけです、ああなるほどね、うん、はい、で機械化最後寒い寒い言ってましたもんね、うん、プロメシウム死ぬ時ね、うん、そうで寒いから、まあ星をあったかくするんじゃなくてね、はいはい、あの国民を人間を機械化することで、あのそういう環境に耐えましょうと、盾を国民中華ね、もう最俺思うんだけど引っ越しゃいいのにと思うわけですよ、そのあれだけの宇宙技術があるんだから、あ寒くなってるの、その太陽系離れてずっとアンドロメダ行っちゃってるから、はいはい、あの太陽から離れちゃったんで、うん、寒い寒いって、人間を環境に合わせて改造するっていうのはね、これはね昔水木しげるのベーレンホイターの女って漫画あったんですけどそっち来ましたかあれと一緒じゃないですか、その人間が住む環境を宇宙に持っていこうとするからロケットって金がかでめちゃくちゃになっちゃうんですね、うん、酸素とかいいでしょう、はいはい、だけど、まあ、それまでしたとは言いませんけど、まあ、とにかくラーメタル の、まあ、王女様なんですよメーテルがね、あでそこでそのなんとプロメシウムがね、まあ、だんだんなんていうかね悪になっていくんですよ、悪に、はい、でもとにかく全人類殺すぐらいの勢いでね、一応なんかあの機械の体になっちゃうとみんな悪になるって設定でしたもんね、うん、そもそもそう、ね、機械伯爵ももともとはいい人だったのにって言ってましたもんね機械になった瞬間に人間狩り始めたみたいな、ああなるほどね、
で、まあそれで非常にまあびっくりしちゃった。雪の弥生がなんでこうなったのと。ラーメン屋の娘が。はい、で調べてたらね、どうもなんですかね、松本零士自身があんまり雪の弥生に気に入ってなかったと。見えてるはもうすごい気に入ってるけど。あまりあの松本零士さんはあの雪の弥生は、うん、まああんま気に入ってないっていう、そう、ね、思い入れがない。だからもうなんかこいろいろこじつけたのもそうなっちゃったと。あ、まあ、犠牲になっちゃったわけですね。そうですね。なんか全部つじつま合わせるために犠牲に。まあこれはびっくりと。あと一つね、はいはい、メーテルはね、はい、長生きなんですよ。はいはいはい、長生き。まあね、ラーメタラ人だから。千年女王の設定がそこに来てた。千年女王もまあまあ無茶こいた設定ですけど、はい、あれって要は千年生きるっていう話ですよね。でね、当時はね、千年に一度その接近するんで、うん、地球を守るためにわざわざいるんだみたいな、そういう設定だったような気がするんですけど、ね、ラーメタル人1年と地球人のその100年は一緒みたいな設定があってね、はいはいはい、後からどうもなんか千年に地球人1000年でラメタル人が1年年取るみたいな。1000年は一瞬の光のようですか。はい、そうなんですよ。だからね、まあいろいろ設定があるんですけど、とにかくメーテルはラメタル人だったっていうので、結構なんか解決 したことはしたんです。したんですか。あ、長生きしたんです。あ、長生きなんだなと。別になんかこう変な血液混ぜたりとかそんなんじゃなくて、うん、そうです。髪の毛が銀色になるわけでもなく、それはあのカラクリサーカスの、ね、ありがとうございます。最近ちょっと見てて、ね、かなりハマりましたね。あ、いいですよね。いいですね、あれでね、やっぱね、まあ戻し戻しなんとか、まあいろいろ見ててね、まあ、正直なんか、まあ、見るのきつかったとこあるんですよ。うん、そういうところに引っかかってたら、あの僕はね、まあそうですよね、うん、きつくなって、なんかね、相変わらず優柔不断っていうかね、なんかまあ同じこと悩んでるっていうか、昔映画とね。ほうほうほう、うん、それはあの、まあ、作り手が悩んでるっていうことなんですかね。いやいやいや、メーテルがね。あ、メーテルが、うん、間違った判断するしみたいな。ほう、なんかね、メーテルってね、あの最初のこと、あ、まあ、原作の漫画覚えてないでしょ。さすがに原作覚えてないですね。結構クールでね、あの、うん、最初にパス盗まれちゃダメよっていう時に、はい、でメーテルも盗まれるんじゃないって、私はそんなヘマしないわとか言う。私はそんなヘマしないただね、実際はね、めちゃくちゃ盗まれてるじゃん。そういや、そうですよね、いろいろ取られる回ありますよね、罠ね、裸になるわ、されるわ、取られるわ、ね、あんまりなんていうか、結構そういう、そのまあ公共紙幣メーテルの話で言うと、その優柔不断というか、言ってることが違うんじゃねみたいなのがやっぱ目立つわけで、でもね、やっぱり綺麗じゃないですか、メーテル、まあ、メーテルですからね、うん、綺麗だから、はい、まあ、最後まで見ちゃったんですよね、うん、池田雅子さんですよね、多分声が違うんですよ、これ。え、なんか違う人がやってるんですよ。でね、あ、違うんですか、これ、うん、なんていうんですかね、まあ、僕知らないですよね、その、この、なんですか、声優さんがね、はいはいはい、雪のさつき。知ってます知ってます知ってます、はい、この方はあれですね、あの、フルメタル、うん、パニックという、うんうんうん、え、だっけな、フルメタルパニックかな、うん、の、主人公ですね、うんうんうん、の女の子の声やってる方ですね。結構いっぱい仕事してますね、いろいろやってらっしゃる方で、今でも現役で、はい、ちょっとあの、うん、三沢さんっぽいですね。あ、なるほどね、エヴァンゲリオンですね。でね、あんまり不自然な感じはしないですよ、うん、あ、うん、池田雅子をずっと使うっていうのもしんどいじゃないですかね。あ、一応モノローグで池田雅子さんやってるわけですね、うんうん、そう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 、はいはいはい、過去映像なんだ、あの池田雅子出てくるし、あんまりなんていうか違和感ないんですけどね、まあ、そんなところ、そんなところですね、はい、新春特別企画何でしたっけ、公共公共公宇宙公共誌メーテル、宇宙、はい、公共誌メーテル、はい、呼びにくいですね、呼びにくいですね、はい、じゃあさよなら。さあ、そういうことで、キャスト。